そば食べる。こんばんは。なあなあ、教室な、新しいな。やつ買ってん。新しいコスメ。買ってんで。見て。ウォンジョンヨン、ウォンジョンギョ。買いました。ウォンジョンヨントーンアップベース、なんかバズってたから買ってみた。美味しいんかな、美味しいんかなじゃない、間違えた、あの美味しいんかなじゃなくて、いいんかなって言おうと思った。美味しいんかな、やばい。あ、気になってる。美味しさ確かめてた私今。ごめん、ご飯に夢中やった。マスカラボンジョンヨ使ってる。ボンジョンヨっていい？マスカラいい？これは下地やねん、下地。え、お腹空いてるからね。え、やっぱいいんや。ASMR 食べられへんこれ。おんちょんよ。そう、めっちゃ この青色、やっぱいいんや。化粧下地なんかね、ファンデーションとかよりも一番最初にメイクの工程でつけるやつやねんけど、あーでも良さそう、なんか手真っ白なる。うわすごい、全然違う、ほんまに分からへんけど。パックとパウダーもいいや、普通に匂いも。そうベース買ってみた、これ明日のお話し会で使ってみる。こんばんは。なんかさ、あの移籍発表したやん、それさ、そこ、あ、めっちゃギフトありがとう、すごいじゃん。なんかさ、あ、ありがとうギフト。何の話しようか忘れてもうた。何やったっけ、何の話しようと思ったっけ今。なんか話しかけてたよな、何やったっけ、何の話しようと思ったんやっけ。あ、あれや、移籍発表してからの話や。そう、移籍発表してから、あのインスタグラムのフォロワーさんがめっちゃ増えて、この短期間で1300人が1400人増えて、セラマタマラマツンちゃん。あ、今日なマレー語の本買ってきてん。マレー語ね。す。
スラマンマラム、スラマンマラム。スラマンマラム、スラマンマラム。左右グンビルブルトゥムドゥガンウンチェ。そう、すだまかん、これは初めまして、ご飯食べたって聞いてます。マレー語と英語が多いらしいんですけど、マレー語と英語の本をとりあえず一旦なんか形から入ってみようと思って、そんな完璧に話せて行けることはないけど、もう基本のことでもちょっとでも話せたらいいかなって思って、って感じ。次、ありがとうね。ありがとうはトゥリムカセ、トゥリムカセ。おめでとう。ああすごい、19期ちゃんめちゃめちゃ X いいねしてくれてる。どうおめでとう。タニャタニャ、私は楽しいね。さゆすろのこんな感じです。いただきます。そう、マレーシア、マレーシアの方が見に来てる。すごい、どうやってたどり着いた？ショールームまで。ショールームの文化があんまないって聞いたんやけど、すごい、どうやって見つけたん？なんかあっち行ってもさ、今の SNS 継続してたいし、ショールームもしたいよね。っていう話を永遠と今日してた。オンラインお話し会ありがとうございました。オンラインお話し会やってんけど、お話し会があってもあったらいいなって言ってたみんなが。そしたらさ、来られるのにね。そう、今日はみんな遺跡の話や。メールね、続けたいな。メール結構命と一緒くらい大事にしてるんやけど。いただきます。うん、うん、美味しい。なんか SNS 関連いろいろ聞いとくね。ねえ、夫婦すんな。私X もね、サブアカもビーバースも全部。マリシアようこそ、ありがとう。何時ありがとう、もう忘れちゃった。でもみんななんか結構心配してくれててよかった。なんかよかったじゃない、心配してくれててありがとうって気持ちやった。私さ、肝心なこと言い忘れててさ、なんか発表の波に飲まれて、めっちゃ楽しみにしてんねやんか行くの。こんなそばすすりながらごめんね。めちゃめちゃ行くの楽しみにしてるし、結構こうどう転んでも人生かなって思ってるし、あのいろんなことがあると思うけど、それも人生って思えると思う、これだけアイドル活動してきてたら。
感じやな。めっちゃ結構楽しみ。自分で決めたことやし、自分で行きたいって言って KLP48 に移籍してるから、みんながめっちゃ心配してくれててんけど、めっちゃ楽しみにしてるって感じ。またノートでまとめて書きます。みんなが大丈夫って思ってること。うん、なんかまだ受け入れられない方もいるし、行かないでって思ってくれてる方が多いからこそ、あんまりなんか言葉に出せなかった気がするけど、めっちゃ楽しみにしてるし、夢もあるし希望もあるし、一期生っていうのはすごく楽しみやし、自分がグループを作り上げていく楽しさを知るのがめっちゃ楽しみ。環境とか住む場所とかもいろいろ日本とは違うからね、難しいこともあるかもしれないけど、意外とね、私なんていうかな、なんでも結構野生的な部分もあるから、そこに慣れると思うし、病気についてのね面もめちゃめちゃみんな心配してくれたんやけど、まあ最近ねコンサート期間があってちょっと乱れてた部分もあったんですけど、気持ちの波が、けどもう何年もこの自分と向き合ってきて、結構自分とのその病気とも向き合い方も分かってきたから大丈夫かなって思ってるし、それでわーってなった時、それも人生って思うこっちでアイドルしててもマレーシアでアイドルしててもそれはあることには違いがないから大丈夫。日本語話せるスタッフさんが いてくださったりとか、いろいろとっても配慮してくださって、できる限り私たちのことをしてくださる方とか、素敵な環境を用意してくださる方も、そう素敵な環境を用意してくださっていることもあるので、そう、私自身すごく楽しみにしてますってことを言うの忘れてたから、みんながめちゃ不安になってたんやけど、めっちゃ楽しみ。なんか今までなんとかなってきたから、最後は自分でなんとかできるかなって思います。ただね、みんなと話せる時間とかが少なくなるのが悲しいから、オンラインお話し会とかしてくれたらなと思ってます。めっちゃギフトありがとう。うん、
お蕎麦美味しい。待って、タワーくれてる？今気づいた。ごめん。ちいさん、ポッケムリおしさん、タワーありがとう。一周お蕎麦食べきってもいい？まだいてくれる？まだいてくれる？ちいさん。ちょっと待って。タワーありがとう。そう、それが。みんなが心配してくれてたことをすぐ言おうと思って、今配信始めた。なんか発表した後からなんかね、今コメントに来てたけど、凛々しくなったというか、なんか覚悟決めたんだねって感じが伝わるよってみんなに言われるけど、中身あんま変わってない、ごめんね。あ、ずんちゃん大好きって来てる。まだおって。ずんちゃんの今日の髪型めっちゃ可愛いっていう時間がなかった可愛い、真剣な話してたもんね可愛いと思ってくれてる、くれてるやろうなって思いながら話してたから大丈夫、ありがとう。でも後からこうやって伝えてくれるの嬉しい。みんなさ、なんか忘れんといてって言うけどさ、みんなが忘れちゃうでしょって思ってるみんな忘れちゃうよ、私なんて。私は絶対忘れへんけど、絶対ね、ほんまに命かけられる。だってもし KLP で握手会とか、東京日本来た時とかもしあったら、私は絶対覚えてる。忘れない？待って、みんな怒ってて可愛い、ごめん。だってさ、人間って分からんやんまあ、ちもさ、分からんかもしれへんけど、でもみんなが寂しい気持ちにならへんように、ちょっとバタバタするかもやけど、その合間で SNS とかするから待ってて。
マレーシアのファンの人に本場の氷見せつけたるんよ。かわいい。ごちそうさまでした。食べ終わった。やばすぎ、強っ。でも私は発表した時に何回も言うけど、今いるファンの方全員がいなくなっちゃうのを覚悟して、もう私はそれだけが心残りで発表したんやけど、だから一人でもずっと応援するよって言って、もし私がマレーシア行って、もしみんなが誰か一人でも来てくれたらほんまに感動する、泣いちゃうかも、嬉しくてね。約束守ってくれた。だから嬉しい。あとね、なんかお母さんとかお父さんってどういう反応やったん、大丈夫って聞いていただいたんですけど、あの母は私は相談、多分自分で決めなさいってお母さん思ったっぽくて、その期間は連絡あんま取らへんくて、お母さんと。そう、連絡取らなくて、それで行くことに決めたよって言った時に、よく決めたね自分でって言ってくれて、お母さんはあの若い頃海外に、若い頃に戻れるなら海外に行きたかったから、鈴葉には行ってほしいし、人生経験でめちゃめちゃいい経験になるから、あのどうなっても絶対行ったことでいい経験になるから、だからお母さんは行った方がいいって思ってたよって言ってくれて、でお父さんも自分で決めたの偉いなって言って、応援するからなってめっちゃ連絡くれて、ありがたい。人生を遡って海外で住んでたってめっちゃかっこいいよ、マジ本当に。ほんま、まだ行ってもないけど、なんか自分の人生誇れそうって思う。もちろん AKB にいる時間も大誇りやけど、海外に行った自分、しのぶさんもめちゃめちゃ背中を押してくれて、面談で聞いた方がいい話とかめっちゃ教えてくれて、しのぶさんが。そう、ね、去年まで海外行ったことなかったのに急に海外に住むっていう。日本にいるね、残り少ない時間も楽しみつつ、そう、ん？コメントが来てる。お前、あ、ほんまや。あら、どこや。
んてコメントくれてたんやろ。どこで？いや、海外行ったことあるで。でも初めて海外に行ったのが去年の11月12月くらいやねんやんか。一回だけ行ったことあって、それ以降行ったことが、それも一泊二日だけ行ったから、その長居するか、海外で長居するというか、うん、そう、韓国には行ったんですけど、海外あの一回しか行ったことなくて。すまへん。そう、いちごちゃんで合ってるお名前。あ、広島から応援してます、ありがとうございます。ずんちゃんさん、お話し会行ったことあります、推しメンです、一生好きですって。え？ほんまに？マジ？嬉しい。ありがとう。お腹鳴っちゃった。すべての SNS を拝見させていただきます、ありがとう、嬉しい嬉しい。このコメントも本人がめっちゃ緊張しながらしてます、かわいい。いちごちゃんかわいいね。いちごちゃんも優しい子です。うわ、いい名前や。ありがとうございます、頑張ります。でも SNS 見ときます、マレーシアに行っても。いちごちゃん、いちごちゃん勇気を振り絞って送って、ありがとうございます、嬉しい。いちごちゃんはマジでいい子ですって。いちごちゃんマジでいい子らしい。いちごちゃんね、かわいいね、お名前。ありがとうございます、いちごちゃん、嬉しい。SNS いっぱい見に行こう。そんな好きなんて言われたらもう嬉しくて。かわいい。今配信しててよかった、ありがとうございます、送ってくれて。今配信してる、かわいい。ありがとう。いちごちゃんが堂々と自信を持って推しメンって言えるアイドルになれるように KLP でも頑張ります、応援してます。いっぱい見るね SNS。 かわいい。おー、 AKB の子さん。そしてタワーをくださってる、ありがとう。本当大好き、どうしようって取り乱して、ありがとう、いちごちゃん。嬉しい、みよ、タワーをくれたの。あれ、猫来てない。あ、かっちゃんもくれてるやんか、ありがとう。かくね、お一人ずつ。ちいさん、ポッケムリ推し。
花粉症やばいな。マレーシア花粉ないらしいで。最高かも。毎日おしめんって言ってます。ふうり大好き、かわいい、ほんまに嬉しい。かわいい。こんな好きにアイドルさんから好きになってもらえるの嬉しすぎ。ほんまに花粉に毎年悩んでる。あと一年中夏やからな。コートでかさばらへん、体が。いちごちゃんテンションバックってた。嬉しい。そんな嬉しいねんけど、そんな好きで。すごくない？私自分が目指してたアイドル像じゃない？すごっ。自分の推しって言ってくれる子がアイドルなの。結構入った頃からの夢。推しメンというか、推しメンとか憧れとかにしてもらえるアイドルになりたいって加入した時に言ってて、すごい。ほんでもう花粉でやられてます。ちーさん、ポッケ無料しさん、ありがとう。そう、日々夏やからこういうのも嫌われへんねんて。取れた？ちーさん、ポッケ無料し、ありがとう。ちーさん、さっきから可愛いってコメントしてくれたり、ギフト送ってくれたりしてんの見えてるよ。あとポッケ無料しなんやけど大丈夫かな。波動とかもまた来て、ちーさんだよって言って一個だけボールちょうだい。ありがとう。ちーさん、せーの、ズンタワー、ありがとう。ちーさん、そしてかっちゃん、タワーありがとう。取れた？かっちゃん、タワーありがとう。嬉しい。かっちゃん元気？会いたいね。早く話そうね、ゆっくり。6月までに会えたり話せたりできますように。ありがとう、かっちゃん。せーの、ずんたわー、ありがとう。ずんちゃん、いい思い出作ろうね。元気ない？よかった、いい思い出作ろうな。鼻水が。嬉しい。あ、なんかタワーめっちゃ来てる。あ、ゆうきさんとタレさん、ありがとう。あ、めっちゃタワー来た。フスックスさんもタワーくれてる。ありがとう。びっくり。タリーさん。ありがとうね、みんな。ね、タワーすごい。
マレーシアでも波動できるかもって。マレーシアでも波動するの、すごいじゃん、元気だね。マレーシアでも波動できるんや。なんかあんの？さすがにできひんやろ。え、できんの？すごっ。え、やろうや。え、マレーシアって波動できんの？え、すごい。え、したくなってきた。そんなマレーシアで嘘ついたんかと思った、ごめん。波動ってめっちゃ浸透してるんや。え、あんの？タレさん、なんか汚い、ここ、うーん、なんか汚いか。タレさん、タワーありがとう。タレさん、タワーありがとう、元気。タレさん話したいね。遺跡発表してからまだ話せてないよね。バチシ。ゆっくりやって、ゆっくりお話しして、6月までたくさん思い出作ろうね。いつもタレさんありがとう、配信来てくれてて。せーの、ズンタワーありがとう。そしてゆうきさん、取れた？ゆきちゃん、タワーありがとう。今日来てくれたゆきちゃんかな、合ってる？取れた？合ってる？今日話せて楽しかったし、相変わらずお顔も可愛いし、メイクも可愛かった。ちゃんとゆっくり話せてよかった。また握手とかでも話そうね。せーの、ズンタワーありがとう。そしてふずくさとマークズンちゃんずさん、タレた？フスックスさん、タワーありがとう。今日ね、ゆっくりちゃんと話せてよかったし、いろいろ私の気持ちを分かってくれてて、びっくりした。いろいろ話聞いて、そう、嬉しかった。ありがとうね、フスックスさん。タレた？よかった。せーの、ズンタワー、ふすくすさん、タワーありがとう。みんなタワーありがとうね。よかった、お話し会後にできて。そう、楽しみ。 KLP48 衣装とかもね、楽しみじゃない。きっと可愛いの作ってもらえると信じて。
ぱいインスタとかも写真載せたり X も変わらず載せられるようにするね。せやで、衣装のこと考えてなかったん？そやで、自分の衣装やで、一期生やから自分の歌わりもあるとあるかもしれへんし、そう、衣装全部ずんちゃん用の新衣装、一期生ってことは大体の衣装自分のもの、そうそうなんです。立ち位置とか歌わりとかも自分のポジションかもしれない、まだ何も分からへんねんけど、そうなっていくのかなって思う。折り面そうなんです、可愛いのが来たらいいな。そう、 AKB でね叶えられなかった選抜を一期生として叶えられると思うと嬉しい。髪飾りはツイン用かな。やっぱさ、あっち行ってもさ、ハーフツインしてもいいかな。できるんかな。したいなってめっちゃ思ってる。寂しいけどワクワクしてる姿見たらこちらもワクワクしてきた。嬉しい。こういう姿をお届けしないとね、ダメよね。それを忘れてた。絶対ハーフツインお願いします。私はアイドルでいる限りハーフツインめっちゃしておきたいけど、どうなんやろ、コンセプトとかもわからんし、けど頑張ってご了承する、任して。お披露目とかも楽しみ。写真とかが載るんかな、こうやって一期生みたいな。楽しみ、どんなものか。デビューするのが楽しみです。あ、持ってタワーくれてんの、島根のチーアンさん、日本ブーム、ああ、ありがとう。ちょっと待って、めちゃめちゃタワーくれてる、島根のチーヤンさん、チーヤンさん。どっちやろ、3つもくれてる、ね、山ちゃん、ありがとうタワー、すごい、めちゃめちゃタワーが来てる、ありがとう。島根のちーやんさん、気づけずごめんね。3つもくれてんのかな、タワー合ってる、ありがとう。3つもポニーテール見しとくわ。
ありがとう。島根のちーやんさん、ちーやんさん、ちーやんさんか、ありがとう。タワー16教師、16期もね減っちゃうけど、最後まで応援してくれたら嬉しいです。16期生10周年だか何人になってんねやろね。でも同期ともたくさん、あのいろいろなことができて幸せだったよ。ありがとうちーやんさん。せーの、ずんたわー。次会いに来てくれた時は島根のちーやん、あのタワーあれだよって言って、もうめっちゃありがとうの舞するから3個もありがとう。タワーずんたわー、ずんたわー、3個分しといた。そして山ちゃん、タワーありがとう。なんか今日肌なんか透明感がない。ってこんくらいにしたか。耐えた？ありがとう。明日も話そうな、話そう。今日なんかゆっくり話せて自分の気持ち伝えられてめっちゃ良かったし、山ちゃんがすごすぎたありがとう山ちゃん。せーの、ずんたわー、ありがとう。ゆっくり話そうね。10周年には帰ってきてね。あのね、あのね、ねね、そうね。そうだよね。あれ、まだまだタワー来てんの？なにこれ、ありがとう。カズくん、チカちゃん。はあ、タワーありがとう。書くね。こんにちはお姉さんって来た。すごい海外の方が。ハロー。Thank you. お、私は大ファンです。Thank you. Thank you. ちかちゃん。あら、まるさんもタワーありがとう。すごいたくさんありがとうね。みんなどうしたの？いっぱいありがとうね。カズくん、タワーありがとう。取れた？カズくん、タワーありがとう。今日ゆっくり話せて、マレーシア来てくれるかもって話もすごい嬉しかったし、カズくんならほんまに来てくれそうって思ったお話し会いつも後ろの背景もありがとう。
あ、前向きで嬉しかった、約束守るから一緒のこと話してた。せーの、ずんたわー、かずくありがとう。そしてちかちゃん、取れた？ちかちゃん、タワーありがとう。もうね、いっぱい泣いてくれた。泣き疲れた？大丈夫？泣きながらもたくさん気持ち伝えてくれてありがとう。コンサートでこうやって頭ポンポンしたことは忘れへんよちかちゃんありがとう。せーの、ずんタワーありがとう。そしてまるさん、ありがとう。取れた？まるさん、たまありがとう。まるさんも始まったらもう泣いてて、私のために流してくれる涙が、言葉合ってるか分からへんねんけど、そのくらい思ってくれてるんやなってすごく嬉しくなった。ありがとう。いっぱい話して6月までたくさん一緒に思い出作ろうねせーの、ずんたわー。まるさんもありがとう。たわー、ありがとうね。ちかちゃん、泣きすぎた、嬉しい、幸せだった、かわいい話しか、ありがとう、泣きすぎてごめん、ずんちゃんのこと一生忘れないし、ずっと応援するか任せて、ありがとう、嬉しい。皆さんギフトもコメントもたくさんありがとう。なんかこのお星様1万みたいな言ったし、しかも遺跡発表のツイートが1万いいねいって、人生初の万バズしたよ。万バズした。私めちゃめちゃツイッターなんていうかな、 X 好きなので、 SNS の中で一番見るのツイッターやから、夢の万バズありがとうございます。嬉しい。たくさんいいねとかリツイートもしてね。ほんまにツイッターすぎ、自分 X になれてほしい、自分。そう、1万、 1.2 万いいねとかやったっけ。すごくない？夢やった、ずっと。万バズしました、嬉しいありがとう。そしてそろそろ終わろうかな。明日もお話し会なので、コンディションを整えるために寝ます。じゃあ順位発表するね。13位みちさん、おおきに。12位えりさん、おおきに。11位ゆちゃん、おおきに。10位かっちゃん、おおきに、たわありがとう。9位ゆうきさん、おおきに、たわありがとう。8位やまちゃん、おおきに、たわありがとう。7位ふずくさとまくずんちゃんずさん、おおきに、たわありがとう。6位ちいさん、ポッケムリおしさん、おおきに、たわありがとう。5位たれさん、おおきに、たわありがとう。4位ちかちゃん、おおきに、たわありがとう。3位まるさん、おおきに、たわありがとう。そして2位かずくん、おおきに、たわありがとう。そして1位は島根のちいやん16教師さんです、おおきに。毎度おおきに、3つもタワーありがとう。1位の人ハイタッチするかしてなちーやんさん、そしてたくさんのギフトや、ありがとうございます。ギフトもお団子とかね、コメントもキラキラもたくさんありがとう。 Thank you。 はい、覚えて、自分
トゥリムカセトゥリムカセ、また会いましょう、また会いましょう、さよなら。ジュンプラギスラママラム Thank you ということで配信あります。明日お話し会ある方はよろしくね。今日話し会の方はありがとう。じゃあおやすみ、バイ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 。